はい、こんにちは、トイハッピーです。今回の動画はこちら、ゴーストガジェットシリーズの2番コブラ携帯です。黒電話に続き電話、今度は携帯です。2つ折りのガラケー型の電話からコブラへ、アニマルモード、ガンガンハンドに取り付けるとカマモードに合体。ツタンカーメン魂の必殺技。ただツタンカーメンでカマ使ったっけとか、なんかちょっと思っちゃうんですけど、どうなんでしょう。今回黒電話の箱の大きさに比べるとかなりちっちゃいです。まあ、携帯アイテムということでね、外箱もインナーも小さいですね。手に持った感じは、ガラケーとほぼ同じような大きさなんですけども、まあ、このジョイントが大きいです。まずは電話から見ていきましょう。展開すると携帯モードなんですけれども、ディスプレイには電波3本、充電満タン、時間が8時、そしてスペクターのマークに似た外周で設定、目玉で音楽、カレンダー、ムービープレイヤーでしょうか。そしてその隣が天気予報、電話、メール、IC カード。下の3つはショートカットキーでしょうかね。はい、ボタン部分は数字はなくて六角形の鱗型の造形です。後ろはジョイント、ちょうど携帯でいう操作部分、下の方ですね、ボタン側が変形機構になってます。ここを引っ張ると展開します。これがアニマルモードのヘビの尻尾です。伸ばすとカマ、ここは回転軸になってます。変形させるときは二重ジョイントの上の方を曲げて90度回転、そして上半分を展開します。2つにパカッと開くと、まあ、これで完成なんですけども、結構コブラに見えますね。これが顔です。黄色いつぶらな瞳、これを閉じると意外に顔だって分かんないんですけどね。まあ、見せ方がうまいんでしょうか。立ててもコブラだし、折りたたみジョイント90度に曲げることもできるので、飾っておくときとかはこういう風にできます。まあ、カクカクっとしてるけども意外にコブラに見えます。こっちに比べたらヘビっぽさは欠けるけども、まあまあヘビですよね。はい、そしてメインはやはりガンガンハンドと合体でしょうか。まずはこちらを伸ばして閉じます。そして尻尾をこのように変形させて合体準備完了。先端のジョイントをレールに合わせてスライド、そしてオレンジ色のグリップをスライド、ここですね。閉じたらカマモードの完成です。音も斬撃音に変わります。そして必殺の音声はこちら。ガンガンミロからのオメガファングです。ヒポパ音も入ってますので電話のアイテムっぽいですね。取り外すときはここのボタンを押しながらスライドです。取り付けの前と取り付けの後でサウンドも変わります。まあ、その他としては変形機構を生かして、まあ、開いてみたりとか尻尾を稼働させたりとか、まあ、動きは取れますけれども、なんか微妙な形です。はい、そして別売りのガンガンセーバーとジョイントが共通ですので合体可能です。携帯を開いて尻尾も出すと、まあ、手持ちの鎌ですよね。グリップをガンモードのように曲げるとちょっと変な形ですけど、この状態だったら鎌です。
ウンドが内蔵されてるってことは劇中でも登場するのかなとも思いますけれども、遊んでみた感じとしては黒電話、コンドル電話よりはプレイバリューがあるのかなと思います。セーバー、ハンド両方に取り付けられるっていう意味ではありかなと思うんですけど、単体ですとやはりちょっと寂しいです。